おはようございます。感動を生み出すイチゴ農家竹下博次です。今朝は病や怪我は生活の赤信号、これです。もう昨日やっちゃいました。でこれで本当に気づかされたのはこの自分の油断なんです。やっぱりスタッフじゃなくてよかった。これが自分だったからこの怪我もですね、自分の中でどうにか挽回というか改善が打てるんです。怪我したことによって、もうこの業務はこれ以上はもう社内では取り込めないから外注する。昨日就労支援事業 A 型の事業所にですね仲間がいるので、そこにいろんなことを何が発注できるかなということでもう外注しました。で私自身ももっとちゃんと寝て注意力をしっかり充実させておかないと慌てふためくとね、このぐらいで済んだからいいんですよ。怪我の内容はですね記事にも書いてるのでもういいんですけど、本当にたくさんの方々にご心配ご迷惑をおかけしてもう申し訳ありませんでした。そしてありがとうございました。経営者が怪我をすることでその行動範囲じゃないけど作業量仕事量が減ってしまったら多大な影響力が出ます。でもここで切り替えないともう自分が事故を起こしたりですね、そのなんかこう入院とかになってくるともっとダメージが大きかった。このぐらいで済んでよかったです。もう親指ありがとうです。痛いですけど、でもこの怪我によって気づかされたことがたくさんあって、もっと周りの方々に作業を振ること、害虫をちゃんと使うこと、そして私自身も取り込みすぎないこと、今いっぱい抱えてるので、それじゃあ私がボール持って止まった状態だと周りみんな迷惑するので、もっとハブになって周りを信じて託すこと、今でも意識してましたがまだ足りない。そこを改善していきます。この怪我は生活の赤信号、考え方を変えろっていう先祖の私の先祖や神様が仏様が私に教えてくれたんだと思います。お前気づけよってことで、これをしっかり受け止めて生活意識の改善に使いますということで、今朝は病や怪我は生活の赤信号でした。